はい、こんにちは、トールです。ても悲しいことが起こりました。YouTube のね、365日間の総再生時間なんですけども、900時間を超えてね、920時間くらいまで行って、ちょっとずつ1000時間に近づいてきてね、喜んでいたんですが、まあ言ってもね、4分の1なんですけども、突如として半減、50%になっちゃいまして、430時間だったかな。なっちゃって、半分以下になっちゃって、もう本当にね、終わったなぁと思う。なんだかな。で、何をすればいいんだろう。もう本当に見えなくてね。まあ、これからもね、こんな感じでやっていくことには変わりはないんですけどもね。ただただ悲しいな。もう500時間を取り戻すだけでも、かなり厳しいよ。ショート動画だってさ、1000万回再生されないといかんの。うちの40何万回とかじゃ再生されないから、50分の1とかだからね。どの方向性から攻めてもダメだね。しんどい。なんでみんなそんなパッと行くんだろうね。なんか、登録者100人行かない、前も言ったかもしれないけど、登録者100人行ってないような人でも、先に4000時間をクリアしました。ええー、と思って。VTuber なんか、さっき Twitter 見てさ、もうびっくりしたんですけど、デビュー、YouTube、何も動画なしの状態で登録者1000人いくとか。はぁって。俺16年かかったんだよ。1000人いくのに。なあ、どんだけ自分が価値のない人間かってことはよくわかるよね、本当にね。ねえ。疲れちゃうんですけども、なんとか奮い立たして。ねえ、やっていこうか。ライブ配信した方がいいかな。なんかね、動画撮っても垂れ流し、よくね、ライブ配信してる時にね、垂れ流しじゃダメとかいう人がいたんで、最近の動画とかでもやってみたんですけど、ライブ配信確かにね、コメントがないのもしんどいけど、マンチコメが来たらさらにしんどいし、ということでね、なかなかの、動画だったらね、まだ消したらしまいなんだけど、タイムラグもあるし、リアルタイムでこう、コメントを拾わないっていうことに対して、どうしても、罪悪感が多少湧いちゃうしね。コメント消す作業にも、したくないしさ、ライブ配信中でこう、コメントを消すという作業をしたくないんですよ。かといって編集しても一生懸命編集した労力に対しては全然再生されないし。まあちょっと試行錯誤しながらやっていきたいと。まあ多分動画はしないんじゃないかな。あんだけ一生懸命作ってもゼロだったもんな。ライブの方がね、まだ再生をされてたからね。で、行こうか。はい、それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけますと嬉しいです。バイバーイ。悲しい。悲しい。